劉備の諸葛亮への手紙に NG ワード逆賊疑惑。劉備が諸葛亮を自分の幕僚に加えるために諸葛亮の庵を3度も訪問したという三個の例。三国志演義では最初の2度の訪問では劉備は諸葛亮に会えず虚しく引き返しています。2度目の訪問時には思いの丈を述べた手紙を残して帰りました。三国志演義に書かれているその手紙の文面がどうもあかんのです。劉備には逆賊思考があると受け取られかねない NG ワードが入ってしまっております。三国志演義にある諸葛亮への置き手紙、早速読んでいきましょう。私は久しくご孔明をお慕いしており、二度お尋ねいたしましたが、お会いすることができず虚しく帰ります。この悲しみと落胆を何に例えればよいでしょうか。冒頭の部分は、二度も無駄足踏ませやがってこんにゃろう、高くつくと思え、って感じでしょうか。いや、そうとは言っていませんが、二回も足を運んで礼を尽くしているんだから、僕のことを無下にはしないよね、という。俺はこれだけ誠意を尽くしたんだから評価しろというアピールですな。続きを読んでいきましょう。私は官庁の光栄で、かたじけなくも爵位におる身としましては、朝廷の権威は廃れ、公器は乱れ、軍友が国を乱し、悪党が君を欺く様を見るにつけ、心胆が裂けるような思いでおります。世を正し、人々を救いたいという思いがあるばかりで、具体策を持てずにおります。これは自分の無能さを書いて、困ってるから助けてちょと言ってる部分です。国が乱れて心を痛めていますみたいなことは、人材登用を試みる軍友なら誰でも言うであろうことですが、劉備はここで自分の一枚看板である私は官庁の光栄を文頭に押し出していますね。さて、次にいよいよ出てきますよ、 NG ワード。先生の人事忠義を仰ぎ見るに、奮起して旅坊の大祭を述べ、死亡の計略を施されましたなら、天下の幸い、社食の幸いであります。これはあきまへん。死亡はいいですが旅坊は NG です。これはあかんわ。あかんポイントは後で整理するとして、手紙の最後の一文を読んでしまいましょう。まずはここに思いの丈を述べさせていただきました。後日また身を清めてご尊願を拝しに伺います。乱文ご容赦くださいませ。ご容赦くださいませ言うても、世が世なら死刑になりそうなレベルでしでかしちゃってますよ、親分。劉備の置き手紙の NG ワードは旅坊です。旅坊とは太公望、旅将のことです。旅将は古の周王朝の創建の後進です。周はもともと殷王朝に仕える立場でしたが、周の主の季発は武力によって殷王朝を倒し、周王朝を創建しました。この時季発を補佐して天下取りを助けたのが旅将です。さて、劉備は手紙の中で旅坊の大祭を述べてほしいと言って諸葛亮を口説いていますが、劉備が諸葛亮に俺の旅将になってくれということはどういう意味になるでしょうか。俺が漢王朝を武力で倒して新しい王朝を建てるのを手伝ってくれという意味になってしまいます。これじゃあ逆賊になってしまいますよ。だから旅坊の大祭を述べは NG です。劉備は子供の頃に家の東南にある大きな桑の木の形が鬼人の乗る車の車外に似ているのを見て、僕は天使になってこんな車外の馬車に乗るんだと言っていたそうですから、自分が天使になりたい気持ちはあっただろうと思います。正史三国志では僕は天使になってとまでは書かれていないのですが、三国志演義ではわざわざ僕は天使になってと付け加えられていますから、演技の劉備はますます怪しいです。ただ諸葛亮への手紙で旅坊と書いたのは劉備の野心をあからさまに書いたものなのかどうかは疑問ですね。会ったこともない諸葛亮にいきなりそこまで白状するでしょうか。特に考えもなしに、あんたのものすごい才能を俺に貸してくれと言いたいための例として、古のスーパー軍師旅将の名前を挙げただけなのかもしれません。